次の授業めっちゃ楽しみだね。でも体育の先生めっちゃ怖いからやだな。めっちゃイケメンだからいいじゃん。私は世界で一番かっこいいと思うんだけどな。まあそれはそうだけどさ。ねえねえみんな、お腹空かなかった？何急に。まあ空いてるけど。俺さ、お菓子持ってきちゃった。やばいじゃん、バレたらボコボコにされるよ。大丈夫だよ、バレなければ。ドミちゃんまで。まあ私も持ってきてんだけどね。おいてめえら、今から体育の授業始めるぞ。ボコボコにするぞてめえら。切りすぎだよ。なんかイライラしてきた。もうイライラしてきたから、もう体育の授業の前に持ち物検査するぞ。ぐらい調子取んなよ、ボコボコにするぞ。やば、この先生。はい、持ちけ持ちけ、やっちゃうよ。はいはい、じゃあ最初はミーミー。はい、こっち来い。ちょっと授業始まるまで時間ないから、もうパパでやっていくよ。はい、ミーミーです。はい、今回ミーミーが隠してきたお菓子はまずこちら、じゃーん、メガホンなんですけど、メガホンの中にね、これ見えますか、飴ちゃんがいっぱい入ってます。今回ミーミーのテーマは応援団っていうテーマなんですけど、これハチマキですね。ハチマキでメガホン、もうこれやった女子はマジでモテます。ミーミーもモテます。ハチマキがそれ、これハチマキ、みんなが大好きハチマキが、このお菓子のね、かば焼きさんでハチマキを作らせていただきました。そして最後はじゃーん、ここにお菓子がいっぱい隠されてます。ミーミーの大好きなお菓子ばっかりつけました。まあね、先生もアホで丸毛でバカなんでバレないと思います。頑張ります。ファイト。じゃあ持ち物検査します。はい、はい、で顔ね、あれ早速じゃん。ハチマキじゃないの？それ何？それミミ、それ何？ハチマキです。ハチマキ、先生が頑張って体育の先生できるように応援しに来ました。ファイト。かわいい、ファイト。ファイト。なんでこれ、何それ。はい、とりあえず痛くなかった？痛くなかった。痛くなかった。おい、うわ、お菓子やな。うわ、お菓子や。見てわかるやろ。見てわかったから言ったんだよ。で、これ見えた、さっきこれ本当ですか？うん、応援してくれ。なんかやりたいのか。ファイト。やばい。飴いっぱいついてんだ、これ。ほら、これも募集だよ、これも。これもいらないから。でもこれ先生に応援するために。いらない。応援したかったの？優しい。応援してあげない、一回。一回応援してあげて。優しい、ミーミー。ファイト。100%。ああ、確かに。ファイト。超恥ずかしいやつ。倍からいいです。スイちゃんなんだ。なんかでもちらちら見えてんだよ、これ。わあ、服脱がした。セクハラ。世の中の先生大変ですね。これでセクハラって言われちゃうね。お菓子持ってきたのこいつが悪いのに 100% ね、こっちが悪いみたいな世間に戦っちゃってね。こいつって言わないで、ごめんなさい。彼氏彼女だって。やばいやばい。なんだよこれ、お菓子だよね。ダメでしょ。はい、終わり。お菓子、はい、こっちもついてるよね。ひどいよ、はい、かかります。持ってきすぎないね、もうね、もうないから触んないで。私もうこれ以上彼女に触ることができないので、持ち券できません。でももうお菓子こんな持ってきてんじゃん。ダメだよ、十分だよこれで。ダメだよミミちゃん、何やってんの。いけないぞ。授業中ずっとジャンプ。重っ。反省しろ、分かったか。はい、終わり。ありがとうございました。ずっと。はい、じゃあ次ドミニコス。はいはい、ドミちゃんのターンです。はい、私はどこも隠してないだろうって思われるかもしれないんですけど、なんとですね、こちら見てください。こちらお菓子のリュックになっております。これで手作りですか？いや、買いました。あ、ごめんなさい。はい、なんかガタイ良くなりましたよね。あ、本当ですか。うん、ちょっとジムで鍛えすぎてムキムキになったと思わせといて、ここにちょっとお菓子が。なるほど。お菓子がね、たくさんここにも貼り付けてあります。はいはいはい、4個計貼り付けてあります。はい、あと体で言うと、この上靴にお菓子貼りました、ここに。なるほど。はい、だから分かんないかなと思って。で、このお菓子のリュックの中にもあります。はい、そんな感じで、私卓球部なんですよ、はいはい、実は元で。その卓球ボールを地球組に、で、あとラケットをもう一個、その先生用にこれラケット。嬉しい。リオチさんがベッチャーさんにもらったお土産の組。使っていいの？勝手に使いました。でね、あとはこの
よっちゃんの私物のボール、うん、もうなんか人の使ってばっかじゃん。こよつさんの私物のボールに穴開けてお菓子入れました。じゃあとはまあこれちょっとあのついでに作ったんですけど、適当なペンに適当なお菓子つけました。はい、ゴーグルは私あの水泳部なんですけど、卓球部だったり水泳部だったり。このレンズの中にお菓子が入ってます、はいはいはい、なのでここに喋りながらこうやってボンボンってできます。なるほど、はい、じゃあ以上です。ドミちゃんさんが持ってきてるわけないですよ。持ってきてるわけない。お前どうした体お前体どうしたムキムキやんけ。リュックはとりあえず体育の時間あんまり必要ないんだけど、でも着替えるかなと思って。あーなるほどね、一応中だけ見せてよ、はい、中だけね、うん、はい、あれあ、でも普通にリュックか。私卓球部なんですよ。そうだね、はい、これ、ま、今日卓球だから授業で、これは別にいいとして、ま、これもボールか、はい、ボールもいいとして卓球でしょ、はい、卓球もよくして、で、これの、はい、これ先生と一緒に卓球したいなと思って持ってきました。せーの、はい。え、卓球って知ってる？せーの、え、それボールなの？はい、あげつけやん。待って待って待って、ダメだよ。まずこれ何これ？グミ。え、グミなの？え、グミだよねこれ。これボールじゃないよねこれ。地球グミだねこれ、はい、これもダメ、はい、はい、すいません。これ OK で、これね分かってる先生、さっき持った時何それ。これはカチカチしたね。これヨッチさんの私物のボール。何それ、どういうこと。ヨッチさんの私物のボール。ヨッチさんの私物のボールに穴開けて。お前まだか。俺の私物にまだなんか小細工して、これ何してんの、何やってんのこれ。あ、これうわ、お菓子入れたガム。これお前ヨッチさんの私物にお菓子隠しちゃダメでしょ。ごめんなさい。他は？え、なんかリュック取れたよ。どこ？ペン。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 ここの部分何？適当なお菓子。お菓子。もお菓子を食べたいんじゃなくてさ、お菓子を持ってくることに楽しみ感じちゃってんじゃん。ダメ。なんか静かすぎてんな。リュック落ちてるからおかしいなと思って。お菓子だけ。クソ女の子の男。あれ、うまい棒ダメじゃん。え、何それ。うまい棒私のじゃないんですか。え、これカバンの柄と一緒じゃない。え、指摘するやん。あれ、え、お前何気づかなかったけど、これこれ全部お菓子じゃん。全部没収だわ、カバンの中。最近鍛えてるからいっぱい食べないといけなくて。うん、確かに肩もりもりだもんね。お菓子タイプだよ、鍛えてる。ありがとうございます。ありがとうございね。これも怪しいんだよ、さっきからなんかゴーグルついてんの。あの水泳部なんで。うん、卓球部でもありね。卓球部と水泳部兼任してんだ。今水泳の時間じゃないの分かるっしょ。はい、はい、そうですね。あの放課後部活あるから、うん、このまま行こうかなって思って、はい、うん、まだ1時間目。アホやこの子。あれでもなんか出たよ。あ、おしゃれゴーグル、ここにも隠してます。ボッシュです。え、何を、そんな食べたいんか。え、でもこれはここに置いとくから、ここにやってたらこうやって首つけながら、あっ、あっってできます。じゃあできるからダメなんです。できちゃダメなんです。はい、ごめんなさい。はい、あ、苦しそう苦しそう。うん、ありがとうございました。え、ちょ、まだあるでしょ、見逃せないよ、これね。え、これ筋トレで鍛えた肩。はい、申し訳ないんだけど、はい、筋肉見せてほしい。ありました。せーの、見せてくれる。うわ、すごい、ムキムキや。素敵。何目指してる。うわ、ムキムキ。え、ちょっと立ってもいい。はい。なんか落としたよ。なんかサクサク言ってるこれ。あの鍛えたてでまだか弱い筋肉。なるほどね。か弱い筋肉はサカシャカすんの。怖い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 。まあもしかしてお前。はい。うわ。え、何してるの。ショックやわ、普通に。うわー、ないわー。こっちもでしょ、じゃあ。あー、うわ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 、これ。ごめんなさい。うわ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 。ないわー。これはないわ。もう呆れましたよ。なかなか筋肉つかなくてイライラしちゃって、うん、つけちゃいました。イライラ、筋肉。見せたくて筋肉が欲しいのね。はい。じゃあお菓子でもいいんだ、つけてれば。はい、あ、じゃあもういいんじゃない、はい、食べなきゃいいよ、じゃあ。ごめんなさい。それで過ごしな。すいませんでした。はい、はい。じゃあ次、よっち。
あ、はい。よっちゃんも大丈夫そうだな。いや、僕はないっすよ。いや、よっちさんが持ってきてるわけないじゃないですか。ないっすね。はい、よっちです。何でしょうか。あ、なんかみんなバレずにでいろいろ隠してるんですけど。あ、いや、僕、ごめんなさい、隠してないです。隠してない。はい。ほん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 。ごめんなさい、隠してはないと。隠してないです。じゃあ、まあ先生に見つかるものもなんもないってことですね。はい。あ、じゃあすいません、はい、こっちの勘違いでした。あ、わかりました。はい、はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。あ、僕の体全然セクハラじゃないんで触っていいっすよ。あ、そう、はい、男や。全然、はい、うん、全然ないです、何も。なんかよちさん太りましたね。でもなんか最近言われる。さっきからちょっと俺気になってんだけど。なんすか。なんでミーミー体育着てないって。ミーミー体操服なくしちゃった。え、なくした。体操着ってだって絶対に学校に置いてったあれでしょ、昨日からずっと。昨日あったよね。え、わかんないです。ロッカーに入れてあったはずなんですけど、なくなっちゃってて。うちの学校お前ら3人しかいないよな。いや、そうか。そんな世界か。ちょっとお前らの中にもしかしたらミーミーの体操着盗んだやつがいるかもしんないな。いや、それは。でもこういう時って大体いつもよっちくんが盗んでます。いや、そいつ決めつけんのよくねえぞ。そうだよ、そうだよ、決めつけだよ。誰かは分かんねえんだよ。そうだよ。まあでもこの中に、まあ、もしかしたら犯人がいるかもしれない。それはもう本当にしょうがない。ミーミーちゃんのことが好きでやっちゃったのかもしれない。一旦みんなで目つぶってやっちゃったよって人は正直に手を挙げてほしいんで。犯人探しですか。ユッチも許せないよな。許せないです。クラスメイトの体操着盗まれて。絶対許せないです、そんなやつは。じゃあ、ミミの体育着盗んじゃったよって人は正直に手を挙げてください。誰でも言わないから。いいよ、目開けて。誰だったんですか。こいつやば。その犯人がいたんですよね。誰。もういたな。いた。言ってください。教えてください。今ここで言ってください。言ってじゃないと解決にならないです。許せないんだよな、お前は。はい、絶対ありえないよな。ありえません。じゃあ目つぶって、はい、もう一回ちゃんと見ろ今回。はい、じゃあ盗んじゃったってよって人手挙げてください。いいよ、じゃあ目開けて。お前やってんだ。どうして。好きだから。ダメだよこれ、はい、できちゃう。ごめんなさい。なんでもう目膨らんでんだ。いや、これは俺じゃないです。というと？これミーミーの対策なんで、ミーが、え？なんかミーミーが、なんか入ってる。あ、もしかしたらミーミーが入ってるのかもしれない。ねえ。メロンパン。え？お前が好きなメロンパンだろこれ。客からお菓子も持ってきてミーミーの体育着も盗んで、許されると思ってんのお前？こっちもあります。あるよな、それはな。あとないよな。あ？ないです本当に。え？ここ？ここ持ってんのか？いや、持ってないです。これは持ってなさそうだな。スクミズカのものだ。これスクミ、これスクミズカないよな。スクミズじゃない。スクミズ違う違う、スクミズじゃない。これ普通のパンツ。ちゃんとお前、ミミに返してこいこれ。違う、ごめんねって。返せ。ミミ。ミーミー。ミーミー。